皆さんこんにちは私は十条キリスト教会の牧師細井誠と言います本日もよろしくお願いいたします今日は1月の28日日曜日マルコの福音書10章の1節から16節まで神の国をなす家庭神の国に入る人と題して御言葉をお分かちしたいと思います マルコの福音書10章1節から16節イエスは立ち上がりそこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれた群衆がまたイエスのもとに集まってきたので再びいつものように彼らを教え始められたするとパリサイ人たちがやってきて イエスを試みるために夫が妻を離縁することは立法にかなっているかどうかと質問したイエスは答えられた「モーセはあなた方に何と命じていますか?」彼らは言った「モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しました」イエスは言われた モーセはあなた方の心がかたくななのでこの戒めをあなた方に書いたのですしかし想像の始めから神は彼らを男と女に作られましたそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのですですから彼らはもはや二人ではなく 一体なのですこういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません家に入ると弟子たちは再びこの問題についてイエスに尋ねたイエスは彼らに言われた誰でも自分の妻を離縁し別の女を妻にする者は 妻に対してをすすのです妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら勘員を犯すのですさてイエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきたところが弟子たちは彼らを叱ったイエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた 子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、 彼らの上に手を置いて祝福された。今日は特に家庭という風にして記されていますけれども、実は結婚のことについて記されているところです。聖書は現代の,この社会状況からすると、かなり保守的な感じがいたします。皆さんはどんな感じを持っているでしょうか。 今日のところもなかなか骨のある部分ではないかなところではないかなというふうに思いますイエス様今までのように人々が集まってきたので群衆に対して御言葉をお分かちしていますでもその中でパリサイ人たちがやってきてまたいろいろとです、ね、落とし入れようというふうにして考えてそしてイエス様にチャレンジしているところです うそうですね、まあ、この結婚のことについては、ですね、えー、当時は大変な方がいらっしゃって、えー、離婚してですね。えー、ヘロデ屋と結婚した、というような方がいらっしゃいましたけども、も、まあ、ヘロディのことについて、えー、頭に浮かぶのではないかなと思いますで。イエス様に関しても、多分ですね。同じような質問して、同じような立場に立たせて、そして何とかして。 このイエス様を落とし入れようと考えたのではないかなというふうに思います、まあ、そんなような思いがあってこういう質問をしているということを少し覚えていただけたらというふうに思います、えー、そうですね、えー、夫が妻を離縁することは立法にかなっているかという問題ですでモーセは何と言ってますかという質問に対して 彼らはモーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しましたというふうに書いてあります。するとイエス様はあなた方の心が固くななのでモーセはそのように言ったんですよというふうに語っているところです。 まあ当時はですねこの千枚派という方々がいらっしゃって結構ですね厳格に立法を守るべきだと主張していた方々がいらっしゃいましたそしてこの人々はどちらかというと違法人に対しては排他的な人々であったように思います。 まあ、より幻覚的な方々がいたんですけどもそれに反して、まあ、そのシェンマイという方がです、ねえー、亡くなってしまうと今度はヒレルまたはヒル,ヒルレルというふうにして言った方がいいんでしょうかあそのような歯がです、ね、出てきて、えー、そして、まあ、より緩い穏健な歯が出てきたんですね。でそののな歯はです、ね、歯の方々は、は、方々 まあ少しでもですね何かあったらまあ離婚しても構いませんよというふうにえまあ当時の社会の人々に言ってたんですねそれどういうことかっていうとですねいわゆるまあ2,000年前男社会もう男がいつももう大切で優位に立ってそしてどちらかというと女性はまあ癒しめられているというようなそのような状況下で まあ、離離さえ渡せば離婚できるですから、まあ、ちょっと気に入らないことがあるとですね離縁状を書いて離婚させするっていうようなことをしていたようなんですね。えー、まあ そんなこここととと言っても、このシェルいうところはですね、結構いいことも言っていて、えー、私たちは神の神様を愛し人々の隣人をです、ね、愛すべきだというようなことも主張しているんですけどもでもですね、この中身をよく見てみるとですね、そのような男性中心の社会でそして女性がまあまあ何も文句が言えないような状況の中で離婚させられるというようなことが起こってきたようです。 イエス様はそのようなことについてはっきりとですねこの聖書の原則を語っているわけです。創造の初めから神は彼らは男と女に作ったそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ2人は一体となるのです。彼らはもはや2人でなく一体ですって言ってるんですね。ここではです、ね、はっきりと 離婚そんな簡単にできませんよって言ってるんですねこれどういうことかというとイエス様はまあ今の社会の中では結構そうですけどもイエス様はこのところでは女性の味方しているというふうにして捉えることもできるんですね女性の側に立って弱い方のものの側に立ってそんな離縁状をパッと書けばそれで離婚できるそれはおかしいです 神様の原理は父と母を離れてそしてあななたた方一体となったんですですから一体のものをあなた方は引き離すことはできないんですよというふうに言われました。旧説はですね明確にですねこういうわけで「神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません」と言っています。 神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。人というのは誰ですか。もちろん男です。そして女性です。すべての人が入っています。結婚する当事者も入ってるし、周りの人たちも入っています。人はこれを引き離してはならないというふうにイエス様は教えられたんです。もうですから離婚はできませんよというふうに、 教えられたように私たちは受け止めることができます。10節11節12節を見ると弟子たちがです、ね、そのことについて少し質問しています、えー、そして、えー、イエス様は彼らに自分の妻を離縁し別の女を妻にする者は妻に対して勧誘を犯すんですよというふうにして言っていますし妻も同様ですというふうに言われています。 まあ、イエス様はですね他の聖書の箇所を見ますと例えばマタイの五章の32節などではあいわゆる「みだらな行い以外の離婚ダメですよ」というふうにしてはっきりと言っていますのでもう全く離婚ダメだ全く引き離してはならないとまでは言っていないんですねやはりその状況ということをイエス様はきちんと考えられていてそしてそのことについてもしそれはもう本当に神様の前にできないことであるならばそれはできないと。 いうふうにして離婚もやむを得ないというふうにして語っているところであるというふうに受け止めることができます神様はイエス様はまさにですねそのようにして結婚が非常にたっといものであるあなた方はこの結婚を軽く考えてはならないというふうにして教えてくださりそして女性の味方に立ってですね 本当に神イエス様は語ってくださっておられるのではないかなというふうにこのところでは思わさせられます。さらに御、えー、言葉を進めていきますと「子どもと神の国」について記されています。えー、どうううでしょうかね皆さんは、えー、神イエス様がこのように あの幼子のように子供のように神の国を受け入れるものでなければ十五節ですね決してそこに入ることはできませんというふうにして言われていますなかなか耳の痛い実はところです まあ弟子たちはまあ子供は当時ですねそんなに重要視されていなかったということもありますのでどちらかというとまあ邪魔なのではないかなというふうにして考えて弟子たちも彼らがイエス様のところに行くのをやめなさいというふうにして言った感じがいたしますけれどもでもイエス様ご自身は誠にあなた方に言いますと。 いう,ふうにですねただ言ったんではなくて「まことにあなた方に言います」と言って子供のように民の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることができるい,いわゆるあなたた方を救わわれれることとでできませんんよという,ふうにして言われたんです純真な思いでもって主イエスキリストを私たちが信じて受け入れるっていうことが私たちにとって重要です。 いろいろな,いろいろなまあ雑念と言ったらいいのか邪魔な考え方と言ったらいいのか自分のなんとなくこう自分をきちんとするためにですねいろんなことを考えてそして、うん、信じますというふうにして言ったりなんとなく社会的なこともあったりしてそして言ったりするようなこともあるのかもしれないんですけどもそれはダメです。もう純粋に イエス様を救い主としてお認めしてそして受け入れるならば神様の国救いに至ることができますそれ以外はダメですよというふうに言われていますそして最後にはですねイエス様は子供たちを抱いて体の上に手を置いて祝福されたとありますなんと素晴らしいでしょうかね結婚も神様が祝福してくださったものです そそしてその身である子どもたちも神様が祝福してくださってそれは何かこう下に見るのではなくて子どもを見てそして学びなさいそして信仰を持ちなさいこのように信仰を持ちなさいと言われたことはなんと素晴らしいことかなというふうに思わさせられます。 イエス様は私たちに家庭が非常に大切な大切だということそして結婚がたっ飛ばれなければならないということを教えています離婚が常識なのではなくて離婚しないことが常識なのですそして神様がこれを祝福してくださるまさに一つとしてくださっておられるので私たちはこの家庭を本当に夫婦をですねこの絆を 大切に歩んでいきたいものです。そして、与えられた子どもたちに対しても、私たちが何か下のものを見るようにするのではなくて、この子どもからも学びなさいというふうにして言われていることは、なんと幸いなことかなと思います。一言お祈りをいたします。天におられる私たちの父なる神様、主が結婚について、このようにして教えてくださっておられることありがとうございます。神様、 私たちは神様によって結び合わされてそして一つとなりましたありがとうございますそして子供もを神様が一人一人にお与えくださっておられるのですから私たちはこの小さな幼子からも学んでそして神様の素晴らしい御国に入るものとさせてください私たちの愛する主の皆によって祈りますアーメン